伊東純也が復活ゴール現地も大熱狂で祝福する。現地時間1日、フランス、リーグワン第3節が行われ、日本代表ミッドフィルダー伊東純也と同代表フォワード中村敬斗が所属するスタッド、ランスがホームでレンヌと対戦した。4-3-3 の両ウィングで両者先発。試合は13分にアウェイのレンヌがエスティゴアのゴールで先制。1点を追うスタッドランスだが、代表に復帰した伊東が見せる。41分、左サイドからのフォファナのクロスを、伊東がヘディングで合わせてネットを揺らし同点。9ヶ月ぶりの復帰を自身のゴールで祝った。このゴールに SNS 上で現地サポーターは、純也来たー。ヘディング珍しい。俺たちの知ってる純也だ。それにしてもよく走る。完全復活だ。心から祝福したい。プレイも全く問題なさそう。本来の純也が帰ってきた。稲妻が戻ってきたぞー。アシストゴールに今季は活躍しそう。本当にチームに欠かせない存在、などの祝福の声が多く上がっている。これは嬉しいなぁ、純也完全復活かな。代表前に自信もつけて期待しかないすよ。後半にフリーキックからアシスト未遂もあったし完全復活やな。これで中村もゴール決めてくれたら申し分ないんだが。合流前にナイスゴール。代表でも活躍してくれよ。夜中一人で見てるのにめっちゃ声出してしまった。伊東純也プレスバックで守備でも活躍してる。調子良さそう。伊藤って意外に頭での得点多いよな。2桁得点期待してますよ。こちらは世界のフットボール2チャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。